ヒロアカの一年組全員行きましょう。もう鬼か。サンドバッグになるつもりはないぞカッちゃん。何笑ってんだ、目障りなんだよ。戦闘において左は絶対使わねえ。緑谷くん、僕が相手で残念だったね。エイリアンクイーン、冒険ヒーロー、レッドライオット、ヒアヒーロー、イヤホンジャック、梅雨入りヒーロー、フロッピー、触手ヒーロー、テンタコール、テーピンヒーロー、セロファン、甘味ヒーロー、シュガーマン、ピンキー、ステルスヒーロー、インディビジュル、インディビジブル、インディペンデンスガール、漆黒ヒーロー、ツクヨミ、武闘ヒーロー、テイロマン、万物ヒーロー、クリエティ、もぎたてヒーロー、クレープジュース、ウラビティ、爆殺王。呪術回戦のナナミンできますか。奴の動きは止められます。ここで確実に払います。イザクジュールの声真似をどうかお願いします。なかなかやるではないか。気に入ったぞ、貴様も続け。ジブリキャラが聞きたいです。無駄口を聞くな、私のことはハク様と呼べ。ハク様、なんだモルタルせいか。つらーい、きつい仕事を死ぬまでやらせてやろうか。ほう、雅なワンだな。旦那、引き返しましょうぜ。今日僕のクラブのパーティーがあるんだ。掃除婦って誰が決めたの。心臓があるのかい。百夜ミカエルの声真似をもう一回やってほしいです。もう手加減はやめたんだよ。終わりだ人間。ひろゆきさんとかできますかね。できません。はい、すいません。暗殺教室の赤羽カルマ。全部を警戒したよ。あんたのプロ意識を信じたんだよ。信じてたから警戒してた。ガチでやったらマイメロはどうなるのか気になります。いつもガチだけどな、変わらんと思うよ。いや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 、パソコンなら持ってるよ。マイメロ買ってあげるね。限界です。煉獄兄弟のやり取りが見たいです。兄上、父上は喜んでくれましたか。俺も柱になったら父上に認めてもらえるでしょうか。正直に言おう、父上は喜んでくれなかった。どうでもいいとのことだ。しかしそんなことで俺の情熱はなくならない。心の炎が消えることはない。サイキクソウ君をやってくれたら嬉しいです。16年前、ある平凡な夫婦の間に生まれた男の子は生後1ヶ月で歩くことができた。クロコ君と鏡君お願いします。先のことはまたその時考えます。これは俺たちのドラマだ。筋書きは俺たちが決める。よくそんな臭いことを言えましたね。リヴァイ兵長のピカチュウもう一度見たいです。ピカチュウじゃあピカチュウ。進撃の巨人のジャンとライナーをお願いしたいです。帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。トロスト出身ジャン、キルシュタインジャン。ノーゲームノーライフから空の声まで聞いてみたいです。俺が踏み外しても白がいい。それが空白の必勝法だ。銀魂のキャラクターまた聞きたいです。あー、もうなんかいろいろめんどくせー。おーい、見えてるぞ。懐からモテない男の勲章がこぼれ出てるぞ。おい、そこ俺のマヨネーズ知らねえか。土方さん、マヨネーズなんて存在しなかった。いいな。何言ってんだい、結婚相手ならここにいるじゃないさ。今日はまた随分とでけえ月が出てるな。カバディ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 。ドクターストーン。センク、約束しよう。君にはもう危険ってやつは訪れないということ。ああ、そもそも毒ガス特攻をなんでわざわざ科学のキーマンセンクがやんだよ。下に見てんじゃねえぞこの野郎。センクちゃん、それジーマーで言ってる。クロロ硫酸ゲット、超やべえ薬だ。皮膚にかけたらベロベロのゾンビになんぞ。おかりお願いします。俺は奇跡のマットサイエンティスト、鳳凰院今日まだ。レトさんの声真似好きなのでお願いします。はい、こんちゃんす、レトルトと申します。メイキンチーズお願いします。ハム太郎シリーズをお聞きしたいです。ハム太郎さん、この大将にどんどん任せとけ。おしゃれが大好きなので赤い蝶ネクタイをしております。大爆笑やで。綾小路清隆をもう一度聞きたいです。どんな犠牲を払おうと最後に俺が勝ってさえいればそれでいい。配給の天童悟と赤石刑事お願いします。これはもう壁っていうより傘だろ。ブロックはさ、止める技術じゃないよ、叩き落とす技術だよ。無惨かさびとでエンディングを歌ってほしいです。よっしゃ。ちょちょろちょ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 ろちょ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 ろちょちょちょろちょろちょ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